ガイ・エドワード・ピアースは、イギリス生まれのオーストラリアの俳優。1967年に、イギリスのケンブリッジシャー・イーリーに生まれる。3歳の時に、イギリス空軍のパイロットだった父の仕事上、オーストラリアジーロングに移住。9歳の時に、父が飛行機事故により死亡したが、イギリスには戻らなかった。10代より劇団に所属し、いくつかの舞台に立った。またボディビルに打ち込み、16歳で大会に出場し、優勝している。テレビシリーズ、ネイバーズで4年間主演を務めて人気者となり、1990年にオーストラリアのミュージシャン、ジョン・ウォーターズと共演したHeaven Tonightで映画デビューを果たす。オーストラリア国内で知名度を押し上げたのは1994年にテレンス・スタンプ、ヒューゴ・ウィービングと共演したロードムービーのプリシラで、同作品では能天気なゲイのドラァグクイーンを演じた。同作品は国内外で高評価を得て、ピアース自身もそれがきっかけで1997年公開の LA Confidential でハリウッドデビューを飾っている。同作品は同じくオーストラリア出身ラッセル・クロウと組んだほか、サイモン・ベーカーのハリウッドデビュー作品でもあった。作品はアカデミー作品賞にノミネートされ、名だたる共演者たち相手に堂々とした演技を披露したピアース自身も高い評価を得た。2000年に出演したクリストファー・ノーラン監督のミステリー、メメントも彼の代表作品となっている。それ以来、コンスタントにハリウッド映画に顔を出しており、古典 SF 映画のリメイク、タイムマシーンや法廷サスペンス、英雄の条件、アダム・サンドラー主演のファンタジーコメディ、ベッドタイムストーリーなどにも顔を出している。2006年に出演したシエナ・ミラー主演のファクトリーガールでは実在したアーティストアンディ・ウォーホルを演じている。2009年に出演したキャスリン・ビグロー監督のハートロッカーと2010年に出演したトム・フーパー監督の英国王のスピーチは両方ともアカデミー作品賞を受賞しており、2年連続でアカデミー賞を受賞した作品に出演した。2013年にはロバート・ダウニー・ジュニア主演の人気ヒーロー作品、アイアンマン3に出演するなど、文芸作品からエンターテイメント作品まで、国内外で現在も着実にキャリアを築いている。2011年に HBO で放送されたケイト・ウィンスレット共演のテレビミニシリーズ、ミルドレッド・ピアース幸せの代償でエミー賞、プライムタイムエミー賞助演男優賞を受賞した。1997年に心理学者の女性と結婚している。2015年、妻とすでに離婚していることを認めた。2016年3月、交際相手の俳優カリス・ファン・ハウテンが妊娠していることを公表した。ピアース、ファン・ハウテンともに第一子となる。9月に第一子男児誕生が明らかとなる。ありがとうございます。